山陽電気軌道はかつて山口県下関市において路面電車を運行していた会社。路面電車の全廃後、社名は三電交通と解消されてバス会社となった。本校では主に同社の運営した路面電車線について述べる。下関市での軌道敷設計画は1924年に持ち上がった。当時同市の都市開発計画が持ち上がっており、 その一環として建設しようということになったものである。同年、三洋電気軌道が設立されて、軌道運営に当たることにした。1926年12月25日に、初の路線として、松原段の裏間を開業させた。当初、日本車両製の新造車を8両投入した。同区間には、並行して、すでにバスが走っていたが、運賃が、 バスの半分以下ということもあって人気は高かった。その後、1932年までに長官線、空戸線を全通させる。その一方で、下関から山陽本線が通過しなかった山陰地方への便を図ろうと、1911年に、長州京弁鉄道という会社が、東海関、正明市間の鉄道不設を目論んで設立された。同社は後に、 長州鉄道と解消し、1914年に東日関小串間を開業させた。だが、ここから先の建設は資金の都合で頓挫してしまった。その後、現在の山陰本線の計画が持ち上がった。関営鉄道では、長州鉄道の路線のうち、そのルート上にあった小串、畑駒を国有化することになった。1925年に、 これが実施されると、長州鉄道では、残存区間である東火関畑製間 2.3km の営業を維持するため、稲電気鉄道から車両を購入して1926年より電車運転が開始された。そして、山陽電気軌道と長州鉄道には共通した出資者が多かったことから、長州鉄道は1928年に山陽電気軌道へ路線を譲渡した。 西洋電気軌道ではこれを、旗西線とし、それと連絡させるために、唐戸東、下関間へ1929年に唐戸線を建設した。1932年には長官線が唐戸まで伸びてきたこともあって、3路線の線路が1本につながった。西洋電気軌道では、今度は下関駅前を経由して、 彦島への連絡を図る路線を建設しようとした。1938年に下関駅前への乗り入れを果たすが、1942年にその下関駅が関門鉄道トンネルの開業で約700メートルにし移転したため、1946年に再び新駅の前まで路線を延伸する。そして、1954年に、 山和町線として彦島口までを開通させた。だが、山陽電気軌道は昭和初期からバスを運営しており、昭和20年代以降それは急速に拡大し、昭和30年代になると電車の乗客を凌駕するようになった。そしてモータリゼーションの発達で市街の混雑も激しくなった。また、同社は関彦橋を渡り、 彦島と下関市街地の間を直通するバスを運行しており、彦島に渡らず彦島口とまりであった電車の乗客が著しく減少していたことから、1967年から山和朝鮮に関しては、平日の朝夕の通勤通学時間帯のみ運行という状態になった。電車の乗客の減少は止まらず、累積赤字が1億円に達するという事態にもなったことから、 会社ではついに全廃を決定した。1969年に、山和町線下関駅前彦島口間と、長官線からと調布駅前間が廃止され、1971年には、下関駅前からと、東風関畑生間の残存路線も廃止、これによって45年続いた電車の歴史に幕が降りた。この軌道線の廃止に伴い、 山口県の私鉄事業者は一旦消滅して国鉄線のみになったが1987年7月25日に西日本旅客鉄道岸飛線が西木川鉄道西木川清流線に転換されたため16年ぶりに山口県に JR 以外の鉄道路線が復活した1967年現在成立の経緯から 旗生線の鉄道とそれ以外の軌道に分かれるが、ここでは区別しない。1967年当時1969年、当時土佐電での700系形式称号の定めは、なかったというが、記述の便宜上番号ごとに区分する台車は、ブリル 21E 系を使用、制動は、手用いずれも直接制御、空気制動、電動機、37. 3 7 3ットに701、702、 704、70 801から804が廃止後土さ電気鉄道に譲渡され、現在も運行中である。このうち702号は、2005年に、採用電気軌道時代の塗装に復元された。これらの譲渡車両については、土佐電気鉄道700系電車を参照されたい。301が1969年の部分廃止後に、伊見宮神社に保存されたが、 荒廃したため1974年に解体撤去された。また前線廃止後に601が下関市立図書館に保存され読書室として利用されていたが1996年11月11日に解体された。このため現在は保存車両はない。谷口、今尾、今尾。距離は、谷口による。 全国の利上自動車、ソーラン1934年、軽便鉄道運輸開始、官報1914年4月28日、鉄道省国時代85号、官九1925年5月26日、鉄道及び鉄道不設建場と、官九1928年11月7日、軌道特許上下府、官九1923年7月12日、軌道特許上下府、 漢方1927年2月28日、軌道特許上下府、漢方1933年10月5日、軌道を地方鉄道に変更許可、漢方1942年12月29日、軌道特許上下府、漢方1943年1月13日、軌道特許上下府、漢方1943年2月1日。 ABC 谷口公有者、鉄道ファン1996年7月号通貫423号、P151 公有者、鉄道ファン1997年2月号通貫430号、P114? ありがとうございます。